こんにちは、岩松正文です。今回は傾聴を安易におすすめしない3つの理由っていうことなんですけども、傾聴やってる身なのに傾聴おすすめしないのかっていう話もあるんですが、傾聴っていうのは私にとって非常に素晴らしいものであるんですけれども、何も考えずにいきなり傾聴の世界に足を踏み入れると結構しんどいこともあるんですね。今日はそんな話なんですが、まずですね、1番目、傾聴の練習ってすごく疲れます。はい、精神力すごく使いますね。もちろんそれはできるようになるプロセスなんですが、もう私自身も今から14年ぐらい前から傾聴を始めてますけども、年間で大体300時間ぐらい聞く練習を当時してました。自分がやろうと思ってやってることではあるんですが、やっぱり非常に慣れないことをずっとやってまして、悔しくて何回も何回もやるんですけども、非常に疲れますね。もうヘトヘトになってたのを今でも思い出します。ですから、そういうのを好まない方には傾聴っていうのはいいよって安易にちょっと進めにくいところがあります。それから2番目、自分を見つめて疲れるっていうことで、私がなんで傾聴をもともと始めて14年間続けてるのかなと考えますと、誰かの話を上手に聞きたいという思いももちろんあるんですけれども、もっと強い思いは、自分自身という人間をもっと認めて、もっと許して、もっと愛したい、こんな思いが結構奥底にあったってことに、どれぐらいですかね、7、8年経った時に気づきまして、表面的には人の役に立ちたいと思ってたんですが、内面的には自分の役に立ちたかったんだなってことにですね、気づいたんですね。ですので、どうしても傾聴をやってると人の話を聞くんですが、相手との関係性を通して自分自身の存在がこう映し出されて見えてしまうことが多々あります。例えば、この人こんなとこすごいなって、自分にないいいところを持ってる方にちょっと嫉妬が芽生えてみたり、あるいは逆に、この人よりは私の方がマシだっていうようなうぬぼれがそこに出てきてしまったりすることもありますね。とにかく人との関係の中に自分自身が見えてしまうっていうことが多々あります。ですから、傾聴というのは相手の方のその、内面の鏡になって差し上げるっていうのが一つ役割となってあるわけですけども、逆を言うと、実はですね、相手の方がこちらの内面の鏡になってしまってるというね、お互いにこうお互い自分を見つめ合っていく、こういう面があるんですね。ですから、これはこれで、その見えてしまった時に、自分という人間の中にあるこのよからぬものとか、ちょっと蓋をしてて取っといたものとかですね、見ずに置いたもの、考えずに置いたものってものがポンとこう見えてしまったりするとですね、これやっぱりこう楽しいとか嬉しいというよりは、ああちょっとしんどいなと、嫌なこと気づいちゃったなっていうこともあったりしますね。もちろんそれは時間をかけて自分自身を受け入れていくプロセスの大事な一部分ではあるんですが、まあ楽しくて楽なことではないという意味でね、自分を見つめて疲れるというところもあるので、ちょっと安易になんとなく傾聴って進めにくいなってところはあります。その2番も関係してるんですけども、1番と2番も関係してですね、成長が疲れるということで、人間っていうのは一度気づいてしまうと、あるいは何かを信じ込んでしまうと、もうその道をひたすら行きたくなってしまうんですね。ですから、自分自身はこういう人間になりたいんだってこう思っちゃうとですね、その道は茨の道でもどうしても進みたくなってしまうということがあります。で、私自身も、自分自身を愛したい、そのために傾聴をもっとできるようになりたい、あるいは人にね、ご相談された時にちゃんとですね、自分にも誠実に、相手の方にも誠実に受け答えできる自分になりたいっていう、こういう欲求がふつふつと出てきてしまったんですよ。そうすると、もう成長せずにはいられないんですが、やはりそれはですね、練習があったり自分を見つめたりっていうこともありますし、あるいはうまくできなくて落ち込むこととかもありますし、相手から怒られてしまうこともあるかもしれませんし、成長するっていうのは喜びがある反面、疲れるものでもあります。ただ、やはり疲れるものであっても喜びがある、
どちらが強いかっていうところで最終的に私は傾聴やろうという思いが今のところ強いわけですね。ですので物事っていうのは何でもこの両面があります。いい面と悪い面が。ですから自分にとって良くても人にとっていいかわからないし、自分にとって悪くても相手にとっていいかもしれないし、ですから傾聴いいよとかね、してあげるといいよっていうのはこう表面的な形としてはもちろんそうなんですけども、それより深くですね傾聴やっていくってことは、まあその人の中のねいろんなものが出てきたりすることもありますのでね、私自身はこうよかったらやってみてねっていう程度に進めるように一応しておりますね。